おはようございます。茂木耕作美空研究所、今日は令和4年12月27日でございます。皆様おはようございます。船塚森忠さん、おはようございます。森本茜さん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺井修華さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。佐藤直君、おはようございます。さあ、今日も一段と寒くなりましたが、こちらは非常に天気はよろしいでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。昨日は善くんが2回放送してましたけど2回とも素晴らしかったな。いや、どこから突っ込んでいいかわからないっていう、あの秀逸なボケのことをねそう表現しますけど、これどこから褒めていいかわからないっていう感じになってくるな。これが毎日だからな、ほんとすごいことですよね。まあお母さんもね、あの学校に働きかけて、働きかけたのお母さんじゃないのか、まあ言い出したのがお母さんで、それも素晴らしいですけど、まあなんだろう、そこまではあかねさんだったらしそうっていうイメージがあるんです。ああいい取り組みだろうなと、楽しそうだなっていう、まあそのどこの学校がね強いのか分かりませんけど、なんかその対抗で駅伝やるっていう、まあ、すでに枠があるんだけど、自分の学校がたまたまねその入っていなくて、あのまあ何かで途切れたのかもしれないですね。でそれをまあやりたいという話ですよね。いや、なんかいい取り組みだな。そしてまずね、ほんとこう、まあもちろん善くんが走るのが好きだから、あの楽しみにしてるってのも分かるし、でも母さんすごいで、でお母さんに本当に感謝してると、あれをねスタイフで伸びるっていう、あの参りました本当に、この時点でね勝ち確定ですよね、善くんの人生素直で謙虚で感謝、あもうほんとそのまんまやな。はいどうも善で、素直謙虚感謝、まあこれがあのどれだけできる人になるかがまあ教育の全てだと思うんですけどあのまあ素直になれませんよ。で感謝すべきところでできてなくて大体の問題が起きますで謙虚になることが大事であることをみんな知ってんだけど、みんな知ってたらこうはなってないっていう状況ですね。謙虚だったらあの世の中の大人はもっと勉強しているはずですよね。でもできないっていう、なんかでもそのできないって言ったらできないから、ねえマスクどこ、はい、僕のマスクどこに行ったの。あきらさん、おはようございます。アポロマンとアキラチャンネルのどうでもいい話が
教育コンテンツであるということをね、前回は言ってたんですけど。これごめん。笑ってごめんなんですけど、いやでもね、彼は本気でそう思ってると思うんですよね。まあ、だからつって話中身をね、どうでもよくないちゃんとした話にしなくていいと思うんですけど。いやなんか面白い話ですよね。ズン君は、情報ソースがスタイフであると、新聞を読むかのごとくですね。まあ、昔でいくとできる子は新聞を読んでですね、なんか読める字が読めるようになり、読解力がつきみたいなことを言われていて、確かになんか優等生たちが読んでたなと。しかし私は案の定読んでおりませんでした。まあ、お父さん撮ってましたけどね。何か面白いのか全くわからなかったですね。まあね、その情報ソースってやつです。その時代におけるクオリティペーパー、クオリティインフォメーションをですね、取得することがね、まあ最、まあなおかつ自発的に取得して、いるっていうのが、まあ、最良の教育だと思うんですけど、全の情報ソースがアキーラチャンネルっていう。責任重いよ。これからもね、ますます、どうでもいい話をし続けていただきたいですよね。マジで面白いよな。いや、どうでもよさが大事なんですよ、きっと。なんですかね、その直接その情報の文字面、あれ文字起こしして意味があるのかよくわからないっていうか、多分意味ないんですけど。多分意味ないんだけど、中島明があれを喋っているということから感じ取っている、善にとって何らか大事なものがあるんですよ、きっと。でそれは僕にもよくわからないし、やっとしたら赤井さんもわけがわからないかもしれないけど。赤井さんわかっちゃいます。ただ善にとっては大事なんでしょうね。まあそれこそその親父の背中とかわけわかんねえなと僕は思ってましたけど、背中は背中だろうと。そこに何もねえよというね、気持ちなんですけど、いやただやっぱりそのどういう人であるかは知っているわけ で、どういう人がどこに動き、何回その背中をこう自分の目の前に持ってきて、どういう、立ち回りをしているのかっていうところから、なんとなく結局こうだなって本人だけが感じ取る、まあ半分勝手に受け取る、想像も入ってると思うんですよ。それも含めてあるんだけど、まあ愛着もあれば想像も含まれていて、なんだったら勘違いもあるかもしれないっつって、親父の背中をかっこいいなと思ったら、実はそんなにそれほどでもないかもしれないんだけど、でもかっこいいなと思ったらそれが事実じゃないですか。でそれこそここから感じ取って、ああいう大人になりたいみたいなことになれば、まあ、それが教育の全てだと思うんですよ。だからまあ、文字起こししたら本当にどうでもいい話ではあると思うんですけど。でもアキーラチャンネルがね、今もっかね事実として、善の情報ソースであるという、まあ、教育者に、計らずもなっていたというですね。最高な話だなと思いましたね。
まあ、スタイフを、まあ、全なりにいろんなあらゆる角度から人にスタイフを進めてるっていう文脈でもあると思うんですけど、そういう意味でも素晴らしいですけどね。なんかあのアキラチャンネルためになりますって紹介してるわけですからでも勇気づけられるね。なんかその周平さんもさ勇気づけられるなって言ってましたけど、いや確かにあの夜間学校と名を打っているけど、自分でもまとまらない話をもじもじだらだらと喋っていて、大人にも伝わるかどうかはかなり不安があるという本人のね喋っていて思ってるわけじゃないですか。その状態で禅が聞いてためになると、これは事実だから、禅が受け取った事実なんで、それを言われたらなるほど、もうこれほど勇気づけられることはなくてで逆に大人はあのどうあればいいのかっていうのに対して、まあ、非常になんていうか大事なことを知ってくれてるなとも思うんですよね。善くんがあのもじもじだろうがだらだらだろうがあのスラスラあの分かりやすく言うだけが教壇に立つ先生の姿ではないということですよ。まああの実際今義務教育の学校の教壇に立つ先生としてはですね、もじもじだらだら喋られるとあのよく分かんないって話になるんで、多分あそこの教壇にはあの立たない人だと思うんですけど、ただスタイフというメディアを通せば全人にとっては価値のあるものになっているという事実があって、それは非常にこう面白いことですよね、うん、まあそれをこう受け取る禅も素晴らしいと思うけど、やっぱりあの周平さん自身も自分のために話しているっていう体で始まったけど、結果それがあの誰のためになるのかって言ったら、まあ最初僕が聞いてて楽しかった、なんだったら酔っ払ってますからね半分ぐらい毎晩もじもじそのシラフで喋ってももじもじダラダラしてるのに酔っ払い始めて、途中からさ下手したらもう寝落ちとか しだすような、こんないや夜間学校とは言えども度が過ぎるだろうという何なんだそんな夜間学校ありなのかというね、あの放送ですけど、でも最高だよね。あのまあそのうちはネタだなとは俺は最初思ってたんですよ。ただまあ僕からしたらもうニヤニヤしちゃうからめちゃくちゃ楽しいなと思ってたんだよ。まさかね、こう禅にとって情報ソースになっているというですね、あの学べますよいろいろっていう学ばれちゃってるよというか、何を学ばれてるのかよくわからないけど、あの周平さんの夜間学校禅はね、あそこから学んでるんです。何を話すかでもなく、どのように話すかでもなく、スタイフで発信しているという事実から学んでいる可能性もあります。まあ何を受け取ってるかは分かんないですけど、ただいい影響だと思うんですよ。いい影響だと思う。そのまず最初にね、うちのサロンの中で周平さんが始めてくれたじゃないですか。まあ僕がご利用ししたっていうのもあるんですけど、ただまあそのサロンの中でおそらく最も喋りが苦手であろう苦手であろう中村周平が一番最初に始めるというね、この展開は最高だったと思うんですよね。これでいいんじゃないっていう、まあうちはかもしれないけど、でもこれでいいで、なおかつなんか やり始めたみたら、1年半以上毎日続けているモテ作と再生回数がさほど変わらないっていうぐらい、まあそこそこの人がそれなりにうちはじゃない誰かしらが聞いてるというね、事実があり、それがこうやってまさかね教育教材として機能しているというですね
ことですから、いや本当勇気づけられるなってコメント欄に書いてありましたけど、前くんのね、あの昨日の放送のところに周平さんが、いやその通りやなと、これほど勇気づけられる事実はないですよね。でじゃあ、まあ、こうなったら大人もね、あの謙虚になって学ぼうっていうことにこうなんていうか前向きでいられるというか、その少しでも学ぼうっていうことに対して謙虚でいるには、まあ、そのエンジンがどこからかかるのかはよくわかんないなと。でもそのエンジンが途切れちゃうから学びをやめてしまうんですよね。なんかもう受験も通ったし会社にも就職できたし、学ばなくてももう日々疲れてるから、仕事も忙しいんだよって、勉強しない理由をいくつでも思いつける状況になっていくと、しなきゃな、した方がいいよなと思いながらできなくなっていくということかなっていうのが僕の実感なんです。僕はもうそれが恐怖にすらなったので、まあなんとかっていう感覚でしたけどね。そのとにかく毎日西野亮廣のボイシーを聞き、鴨頭義人のボイシーを聞き、まこない社長の音声配信に登録し、まあ毎朝とにかく10分ずつ浴びると、勉強しようっていうよりはまず勉強し続けている人のトップを走り続けている人の話をまず浴びたら、ここで学べるとか、この学びぐらいだったら自分が手出せるとか、きっかけをこうその掴めるんじゃないかと。いきなりガンガン登ってはいけないと思うんだけど、まあ、ちょっと手を伸ばしたらこう引っかかる場所にこれぐらいの教材だったら手を出そうっていう思えるものがちょいちょい飛び込んでくるようにな仕掛けとして、まあ朝30分その3人を聞くっていうのが僕のね、僕なりの仕掛けなんです。でまあその3人が推してるものだったら、まあ NFT でも Web3 でも何でもいいんですけど、あ勉強はした方がいいなっていうことをどこかで思うようになっていくじゃないですか、まあ、それくらいですかね、でも確かにそのいろんな人の話を聞いといてどれに引っかかるかわかんないけど、自分が勉強したいな学びたいなとか知りたいなって思う引っかかりを、まあ、自然にこう勝手に入ってくるように仕掛けておけば、あとはそのスイッチが勝手に入りそうなこう情報がポンと入り込んできた時にそれを自分で勝手に掴みに行くっていう、そのサイクルを作ればいいのかなっていう感じですよね。だから直接話を聞いてるその話自体が、まあ、勉強でもある場合もあるけど、そこに直接こういう役立ち情報でちゃんと分かっといた方がいいよ、ちゃんと解説しました、こういうことですっていう完結している話だけが価値あるわけじゃないっていう、まあ、これに夢中になってます、これに苦しんでます、これでもがいてますとか、なんとか乗り切ってこうなりましたとか、現在進行形の課題解決みたいな話も含めて、でまあこれで思い悩むけど本当は何だろう、まあ、例えば友人さんみたいに死生観みたいなさ話ってさ永遠に答えてないんだけど、で考えるきっかけも基本的に普通に暮らしてたらないんですよ。まあその獣医さんとか特殊な職業じゃなかったら普通に暮らしてたらまあまあなかなかないんですよ。自分の身近な人がたまたまそのそういうことがあるとか、よっぽどじゃないと、まあ、でもそれだってさそういうことが起きてから近しい人が亡くなるとかそういうことが起きて
てから急に死生観とか言っても考えれないよね。まず悲しみが先に来ちゃうから。そうするとじゃあ何から始まったらいいのって、なんだろうな、このたまたまのご縁で聞くことになったスタンド FM の友人のつぶやきから、あのなんとなく考えるようになったっていうのはめちゃくちゃ正しいよねっていう、うん、まあそこからきっかけになんかあの本読むに行ければ行ってもいいし、まあお母さんと話すんだったら話せたら最高だし、なんとなくぼんやりこう自分の中にこう、あそういう話もあんだな大人になったらなと、いや子供でもあるかみたいな思考が一回でもこうぐるっと回ること自体がそれ0か1かはめちゃくちゃでかいと思うんだよね、うん、それをそれもこうなんていうかずっとやってたら、あのその人友人さん一人の話だけをずっと聞き続けるのもまあまあなんだろうな、あのよほど友人さんと相性良ければそれもできるかもしれないけど、そうとも限らないじゃん。したらこうそこはアキラのどうでもいい話を聞いてあの近鉄特急で一緒に喋ってた時と同じぐらいやっぱり日頃もどうでもいいんだなといういやだけどあのでもそんなこと喋ってるけど素晴らしい人だなっていうのも近鉄特急に乗ってたあの2時間の車内での時間で感じてると思うんだよ。それもその文脈も含めてなんか受け取るものが多分善にとってはあって、だから情報ソースとして成立すると思うんだよね、うん、そしてねあの僕からすると何を提供したらいいのかよく分からずにこのサロンを開いているというあるまじきオーナーなんですけどただ今のところね、よりどころとして、完全にですね、誰が見ても褒めるどこから褒めていいかわからないっていう状態の善に対して、まあ、あの思いつく限りのこれすげえよなっていう話を称え続ければあの善が喜んでくれるとい う, もうこの無限の無限のサイクルでですねお互いウィンウィンウィーンで成立してるというですね誰も負けてないよね、うん、この状況で、あのもちろんサロン外のメンバーにとっても何も誰からも奪ってないですし、サロン内メンバーもあの何を受け取ってるのか謎といえば謎のサロンにはなってるんですけどゆうじさんおはようございます謎っちゃ謎なんですけど、ただなんかそのお互い自分の発信をぐるぐる回してるような状況に今なってて、なんていうんですかね、あの昔のレンガみたいな感じなんですかね、和歌を読んでは隣の人がそれを引き継いでまた読むみたいなあのぐるぐる、ね、和歌を読み続けて、あの季語前の和歌に入っていた季語を必ず入れて次の歌を読まなければならないみたいな、あのレンガっていう習った気がするんですけど、なんかそれに近いよね、なんかあの高貴なたしなみじゃないですけどあの千年後ぐらいに言われてる可能性ありますよまあなんていうかあのその一人一人があの思い思いの自分の言いたいことを喋り、ごしごししではなくですね、あの好きなあの喋り口で、今日あったことを話す人もいれば、長年考えていたことを喋る人もいれば、
仕事上の課題を口にする人もいて、それだけだったらまだしもどうでもいい話をわざわざするというやからまで出てきてですねどうでもいい話をわざわざするというやからまで出てきた上で、それがなんかあのレンガのように連なってですね、歌を連ねるたしなみのようにですねぐるぐる回っているという。そうだよね。あとあれか、なおくんはあれだよな、友人さんの倫理学のテキストを読んだ感想をわざわざ音声で述べるというね。いや思いつかなかったな、あれもな。なんていうか、あの発明つったら大げさかもしれないですけど、確かにそれ全然やっても変じゃないけど、やってなかったね誰もっていうやつはいくらでもありそうですね、これからね。あのそういえばそれ全然やってなかったけど、もう喋ってボイスレコーダーに記録しておけばそれでいいねっていう、うん、でまあ聞く人何人いるか知らないけど、公にしても別になんてことじゃないよねっていう、まあ、これバズらないことが安心なメディアでもありますよね多分ね。その文字情報とかあの動画とかって分かりやすすぎるんですよ多分。だ分かりやすすぎてなおかつ文脈を勘違いしたり切り取ったりっていうのが逆に簡単で、うん、悪意があったらね、あの変にバズることも起こり得て、まあいい意味でもバズることはありうるんだけど、やっぱりでもそっちにこうそっちの世界に足を踏み入れると、まあまあの恐怖感もあるよね。まあほとんどの場合あの一般人には関係ない話っちゃ話なんだけど、だからあんまりこう気にせず俺は書けばいいんじゃないかなとずっと思っているし、ね、あんまり気にせず動画もバンバン出せばいいんじゃないってずっと思っているから出してきたけど、実際そのできれば一回ぐらい炎上してみたいなっていう気持ちですらいたんだけど炎上すら叶わずっていうね、あんまりできないものですねっていう、なんかそんな感じなんですけど僕からすると。まあでもまあまあその一回火がついたら止められないよねっていう事故はあの世間で起こっていて、まあその可能性ゼロじゃないっていう、まあゼロリスクはないんだけどっていう話ですけどまあそれから比べるともうはるかにゼロリスクだと思うね。そのスタンド FM の音声で言いたいことをしゃべる、まあ多少間違ってても、なんていうか、まあ公で喋ったところで、まあ、あの良くも悪くもバズらないように設計されているのでスタンド FM はね。だからまあなんだろうな、あの無駄に再生回数が伸びないようにできてんでしょうね。本当に聞こうという意思のある人しか聞いてないってことだと思うんですよ。だからあれがあの1000回1万回っていうことは、あのまあよほどのね西野さんとか鴨頭さんクラスだったら あるんでしょうけど、まあ、そういうことはないんですよね。まあ、それがすごく、セキュリティというか安全性を担保してくれてるっていうのもあると思うんですね。まあ、だからこそこうみんなちゃんと本音で喋れるし、まあ、ちゃんと間違えるチャンスをくれるっていうか、あれ間違いだったなって言って後であの振り返れるじゃないですか。ちゃんと間違ったことを記録できるって少ないんですよ。でもそのまあ学校のテストだったら間違ったらちゃんと罰をつけて、間違ったところをやり直して、何で間違えたかを振り返って
次間違えら同じような問題が出た時に間違えないようにするためにはっていうサイクルを働かせてちょっとずつ学習してってってやれるじゃないですか。あれってちゃんと間違いを記録してるからそういうことができるわけですけど、ことをなんて言うんですかね、大人になってからのよくわからない教科書のない答えのない問題に対する学びみたいな話っていうのは絶対必要なんだけど、なんかもう間違いが怖すぎるっていう環境になっちゃってて、まあいろんな場所がね、その、まあ、そうじゃない環境をどこに探したらいいのっていう感じになってて、まあ本当に近しい人同士だったらこういうこと喋れるけど、近しい人同士だとやっぱり価値観が近すぎて、多様性が見えないとか、視点がこう例えば砂塚さんみたいな人の視点の切り替えみたいなのってなかなか起こせないわけよ。そんなに身近な人がそうそう簡単にいないわけ。ゆかさんとか砂塚さんみたいな年齢の人が知り合いとしている可能性はあるよ。だけどそうそうあんなにね、自分にひょっとしたら思ってくれてるかもしれないけど、こういう視点もあるよねって伝える機能がないというか場がないというか、起こらないんですよね。そうするとこう学びたいと思っていても謙虚でいたいと思っていてもどうやってきっかけを作っていいか、どうやったら気づけるのか、どうやったら安心して間違えられるのか、その要素がねことごとく欠けてしまうんですよね。それをだから逆に言うと、でもそれを補っていくようにサロンの中の環境をそれを補っていくようにしていけば、まあ、僕らはこう本当にしたかったことができるようになるのかもしれないですね。そんなことを前くんの2回の話からひたすらねそんな話を広げてみたんですけど、はい、今日も皆様どうなったと笑いますでしょうか。ゆうじさん来てくださってありがとうございます。あきらさんもいってらっしゃいませ。あかねさんもありがとうございます。それでは皆さん良き一日を。じゃあねー。